4日目。前にもここへは来たけど、いつもより緊迫感があるわね。この席は一番いい席なんですよ。道成寺を楽しんでくださいね。どうも、タブヤンです。道成寺楽しみたいと思います。道成寺の物語を浜口が教えてくれるみたいですよ。昔男性に裏切られたと思い込んだ女性が男性に復讐をしようとしていました。男性には身に覚えがないのですが、女性が大蛇に身を変えて追いかけてきたので道成寺という寺に逃げ込んだ。そういう話なんだ。女は蛇みたいな、怖いですね。寺の中の寺の鐘の中に隠れた。ほうほうほう、なんか鐘が吊るされてたよね、上から。大蛇となった女性がその鐘ごと男性を焼き殺した。なんて恐ろしい話なんだ。上から落ちてくる鐘が、あのロープを使って上げたり下ろしたり。危ないねこれ。勘之助さんは納得してないみたいですね。まだまだだなって言ってますよ。私たちには違いが分かりませんけどね。今日はありがとうございました。楽しんでいただけたようで何よりだ。バカ者、どうしたんだ。千尋さん、勘之助さん、どうしたんですか。人生に時間が残されていない。癌かなんかが。特別な病気。数年。その女性と結婚を考えていた。誰なんだろう。ああ、好きな人ともね、別れ、自分から別れたっていうことか。切ないね。どういうこと？千尋の姉とかそんなのなのかな。そういうことなんだ。それで慶之助、慶之進にを優先させたんだね。なんだこのイケメンの子供は。この子供はあの慶之進に似てないか。2歳。慶之進の隠し子か。千尋
ちゃんの妹さんの子供。はあ、読めてきたぞ。千尋の妹が芸能人と付き合ってたんじゃないの？父親は誰なんですか？え、千尋さんの妹亡くなったんだ。だからあれだね、その千尋は恨んでるんじゃないかな、ケイノシンのことを。え、千尋さんが育ててんの？マジか、なんて運命なんだ。勝手に自分の中でストーリー進んでるけどね、もう先に先に。待ってる間昼飯か。うわ、贅沢なところで昼飯食べるな。浜口儲かってるのかな。今日はえらいべっぴんさんと一緒ですな。今日はって言ったよ。他の女連れてるんじゃないか。え、あの事件当日午前中に能楽堂を使ってたさくらさんが、どういうこと？不審な人物を見かけませんでしたか？別に見てませんな。財布を忘れたと思って能楽堂に何回か電話しましたわ。電話ですか。いつもやったら受付の元気なお姉さんが出はるんやけど、あの日は別の方が電話に出はりましたわ。受付から席を外したという証拠だね。女の人の声。美恵子がだから怪しいってことだね。13時は過ぎていた。ありがとうございます。美恵子は受付から離れていた。そして美恵子さん以外の人物がさくらさんの電話を取った。何をしてたんでしょうね。疑いが強くなってきたね。行きましょう。生うでん学なんかもう歩きながら食べなさい。一郎、ハリアップ。見えこう。嘘ついてるじゃないのか、見えこさん。動揺したんじゃないのか今。違います、私は犯人じゃありません。じゃあなぜ席を外していたんですか。理由があるなら話してちょうだい。他の人に黙っている、そういうわけにはいかないよね。仕事中に彼氏から。
ヒーローさんも嘘をついてたんですか。つも千尋は恋人同士っていうのを知ってるのか。っていうことはさらに千尋が怪しいよね。この三重子と清太郎にね、罪をなすりつけてるんじゃないかな、千尋が。見た？何を見た？二人が言い争いをしていた。何？何か関係がややこしくなってきたな。携帯電話か。ちょっと古い着信音だね。ただいま2016年。ついさっき千尋ちゃんから手紙を預かって、千尋ちゃんが、え、どうしたの？自殺するって書いてあります。DS 山村美沙サスペンス。千尋さんが自殺ですって。事件が謎に包まれたまま千尋さんは命を絶とうとしています。キャサリンは千尋さんの自殺を食い止めることができるのでしょうか。あなたのお力があれば、私のファンであるあなたのお力があれば、きっと、いや、いつファンって言った。ということで今回はここまでにしたいと思います。千尋がやったのかな。いや、あの子供でも似てたよね。それではまた、さよなら。